選挙になります。皆さん投票所に行き、自分の思いにしっかりと真心を込めて思いを伝える、一票を投資する、この思いをぜひやっていただきたいと思います。今沖縄では投票率が本当に悪くなりました。そして7月の参議院選挙においては、この投票所に行き、白票を出される方、自分の名前を書かれる方、棄権票になった票が、沖縄はまさに人口の比率からすると日本一になってしまいました。私たちは今度選挙に出る者として、皆さんに心にしっかりと訴えられるように、政策をしっかりと伝えられるように、この25日から9月の11日までのこの期間、全力投球で頑張ってまいりたい、そう思っております。私は7月の13日にこのワシントンから立候補表明させていただいてから今日を迎えることになりました。立候補した時に多くの皆さんにびっくり、そして驚きを与えたことは本当に申し訳なく思っております。しかし私の思いとしては、この参議院選挙には絶対に巻き込まれたくない、そして保守とか革新とかそういう選挙のこの状況の中に下地幹郎の存在を出したくない、そういう思いが強くありました。そのことで家族にお話をするのも、そして兄弟に話をすることも、私たちは最後の最後までやらなかったのです。しかし今こうやって今のこの時点を迎えてみて、この判断は良かった、この判断があったからしっかりと私たちは選挙の体制を整えることができた、いろんな外圧に巻き込まれることなく下地幹郎の考え方をお伝えすることができた、本当にそう思っております。当初は本当に出るのかな、ありがとうございます、出るのかな、そういうふうに言われておりました。自民党と調整して最後は降りるんじゃないのって、そういうふうに言ってる方々もいました。しかし今日明日告示を迎えるにあたり、その声はもうなくなってくるでしょう。そして明日私がこの立候補届を出せば、まさに幹郎の本当の気持ちが皆さんに伝わり始める、疑心暗鬼のものが全てゼロになる。皆さん、私の選挙は明日からです。今日までもう基礎的な部分はしっかりとやってまいりました。沖縄全島を回りました。沖縄全島に私の考えたパンフレットも入れさせていただきました。そして企業の皆さんにも、なぜ下地幹郎なのか、そのこともやらさせていただきました。そして多くの地域の大会も全て終わりました。さあ戦う準備はできた、この戦う準備はまさに明日からのスタートになる、そう思っています。皆さん、今度の選挙は改革を選択する選挙です。改革とは何ぞや、国に頼らない沖縄を作る、それが私の今度の選挙です。私の政治の師は山中貞則先生、まさに沖縄の神様と言われた、さまざまな振興策を作り上げた方です。この山中先生が生誕100周年を迎え、そして沖縄が復帰して50年目を迎え、私は仲人をしていただいた、その心と心が私は読める。山中先生は何と言ってるのか、山中先生はもう国に頼らない沖縄を作れ、俺がやってきたこの制度はもう終わらせ、そしてお前たちは本当の沖縄をやってくれ、とこう言ってるのであります。皆さん、
復帰30年の時に式典で山中先生が話された言葉、これからはこのサッカーボールを蹴るのは沖縄県民だ、沖縄県民が好きなようにサッカーボールを蹴ったらいい、そしてもし蹴れなくなったら俺がそーっと行って蹴ってあげるよ、まさに自立をしなさい、頑張りなさい、その言葉に象徴されているのであります。皆さん、この沖縄の神様、沖縄を愛し、沖縄のために何でも特別な制度を作ってきた方々が、もう自立への沖縄の一歩を望んでるんです。自分たちに頼らない沖縄を望んでるんです。その考え方を私たちはこの新選挙で実現していかなければなりません。しかしまだまだ50年間の中でこのマインドコントロールをされている政治のリーダーと経済界のリーダーがいます。この人たちはもうずっと国におんぶに抱っこで政治をやってきた、自分の会社を運営してきた、そういう人たちはこのマインドコントロールから未だ抜けていないんであります。国と決別をしたら、国の予算がなかったら沖縄は潰れてしまう、私の会社は大変になってしまう、従業員はこの仕事を失ってしまう、まさにこの三段論法はこの50年間政府が沖縄に対して嫌が応でもやってきた一つの証なんです。それがもうマインドコントロール化され、誰でもこの考え方に同調しないものは俗軍みたいになっています。しかし皆さん違うんです。俗軍はもうマインドコントロールをされているこの政治リーダーとこの経済界のリーダーたちなんです。この人たちの下ではまさに沖縄の未来はないんです。国に差配され、予算を切られ、そして涙を流し、またお願いをして予算をつけてもらう、基地問題を賛成したら予算をつけ、反対したら予算を切る、そういうようなまさに飴と鞭のようなことでこの沖縄はずっと差配されてきた。皆さん、77年間で600人の沖縄の方々が強盗殺人、強姦殺人、飲酒運転の引き逃げ、そういうようなものでこの尊い命を失ってきた、怪我をなされた方、この軽犯罪の怯えた方、そういうようなことの中で私たちはこの日米安保というものが必要だ、そういうふうにずっと言い続けてきたのであります。耐えに耐え、苦しみに苦しみを重ねながらも、最終的にはこの苦しみは予算でカムバックできる、この予算をいただければ自分の家族が守られる、そういうようなことをずっと考えてきたのであります。皆さん、もうその考え方はやめましょう、もうやめましょう、その考え方はもう遠い宇宙の果てまでもう捨てていきましょう。私たちは今やらなければいけないのは、まさに沖縄の尊厳を取り戻す、沖縄の自尊心を取り戻す、沖縄が本気で戦う沖縄になる、これが大事なんです。皆さん、私が県知事になったら岸田さんとは互角に話がしますよ。下地幹雄が要請書を持ってって岸田総理にお願いします、沖縄担当大臣にお願いします、ありがとうございます、そんなことはもうしません。する理由がないでしょう、もう理由がないんです。皆さん、私は準備ができてる、私の準備はこの太田さんという知事が普天間基地の辺野古移設をこのスタートさせてから、橋本モンデル会談でスタートさせてから、あの26年前、それからスタートして一番予算が少なかったのが南県政の2300億円であります。この2300億円の予算、これが沖縄が普天間基地の辺野古移設問題が出てから一番少ない予算規模でした。この2300億円の予算規模でいい、
それで私たちは元気な沖縄を作れる。これが私の考え方なんですね。皆さん分かりますか。今佐喜眞さんが3500億ないと私たちの沖縄はダメだと言ってる。違うんです皆さん。そんな数字じゃなくても稲嶺さんの時の2300億円でいいんです。私たちはこれ以上の国お金をもらわなくても、あとは自分で4000億5000億6000億の効果を出せる力を沖縄は持ってるんです。だから堂々と私たちは予算を要求しない。つけたいようにつけたらいい、やりたいようにやったらいい。しかし皆さん、7割を背負っている、この安保を背負っている私も地位になったらこの覚悟を持ってアメリカにも日本政府にも臨みますよ。私もお金は要求しない、予算は要求しない、制度は要求しない。しかし私たち沖縄に過重な負担も要求するな。この戦いは熾烈になるでしょうね。もう間違いなくここにいるアメリカの人々6万人以上の人がこの沖縄に住んでます。この6万人は全国の中で一番多い、そういうふうな地域なんです。しかし皆さん、私たちはもう予算を要求しない代わりに基地の負担も彼らに対する対応もガラッと変える。私が知事になって、そして沖縄の予算をこれだけガツガツにしながら私たちに負担だけを背負い、それはもう通用しません。私はゲップが出るぐらいまで戦います。今のデニーさんや今までの太田さんや稲嶺さんや中山さんや小長さんと下地美京は全然違う。私は戦う術を知ってる。政府のどこが弱くて何が彼らにとってウィークポイントなのか全てを知ってる。その私の28年間のキャリアを全て投入して堂々と私は戦う。そして政府がもうこれでもかこれでもかそれぐらい沖縄が攻めていく、そういうふうな沖縄を作っていくんです。皆さん、権力と戦ってみましょう。権力と戦って沖縄の尊厳を取り戻して、そして次の世代に私たちはバトンタッチしましょう。今のような政府に土下座をしてお金をもらう沖縄を続けていたら、次の世代は皆さん本当の沖縄県民になりませんよ。本当にそれでいいんですか。私たちは力がある、私たちはできる、沖縄はすごい、そういう発想に今の大人がならなくて、いつでも下を向いてお金を要求して戦いができない、それでは話にならないんじゃないでしょうか。デニーさんを見てください。もう絶対に一つも誰とも埋め立てをさせない、そう言いながら 30% 埋め立てをされて、それでもまだお願いしますと言ってる。もう国に訴訟をする子供のような話です。下地美京はこの訴訟を下ろします。全て下ろして、そして私は県が持っている条例の能力と行政能力で確実にこの普天間基地の辺野古移設の軟弱地盤の埋め立てはやめさせます。条例を100本でも200本でも作って、この政府が身動きできないようなこの憲法に沿った考え方のもとに私たちは止めていくんです。今までのやり方とは違う、裁判なんか一切やらない、裁判をやったら国の根拠を作るだけ、それを分かりながらデニーさんはやり続けてる。だから彼に止める気は一切ないんです。彼はパフォーマンスで裁判をすることで私は頑張ってる、国にこの反対をするだけで頑張ってる、そんなもうちゃちなことはしちゃいけません。戦ったら勝たなきゃ、戦ったら必ず結果出さなきゃ、戦ったら止めなきゃ、そういうような政治を私たちはやっていくんです。今いろんな地域を回ってきたら、普通室と大きな流れが変わる音が聞こえてます。もう保守でも革新でもない、何でも国に何も予算も制度も全て国がなければダメだと考えてる。そして選挙においては
すべてを統一教会に任せる、そんな政党がこの沖縄をよくできるわけがない。もう無理なんです、彼らには。自民党にはもう無理、はっきりとしている。彼らの保守と言ってる本当の姿はそうではない。そこのところを皆さんはっきりとさせていきましょう。皆さん、反対勢力、対案はない、提案はしない、政府が出すものに反対、そして予算は土下座しながら政府に予算をお願いしに、なんで今回も解散要求出すんですか。政府はこれだけいじめてるんだったら、もうあんた好きな通りやりなさい。私は私で頑張ります。なんでデニーさんはそれが言い切れないんでしょうか。私には不思議でしょうがありません。皆さん、戦いっていうのはこんなもんじゃないんです。だから戦うんじゃなくて、結果的には政府に寄り添ってるオールオキラーになってるんです。だから変わらないオールオキラーになってるんです。皆さん、もうこの革新と言われるオールオキラーはもう終わってます。崩壊してます。あらゆる手を使って今回は選挙を勝ちたいと思ってる。この小尺な、この戦略が彼らのウィークポイントになってるんです。自民党を見てください。この知念さんという副市長、自民党から出そうとしている小長さんのこの秘蔵っ子ですよ。そういう人を引っ張ってこなければ、この市長選挙に引っ張ってこなければ佐喜眞さんは勝てない。小田さんを副知事にしなければ佐喜眞さんは勝てない。糸数恵子さんを副知事にしたいと言ってアプローチしなければ、この佐喜眞さんは勝てない。まあ本当に何でもあり、哲学のない、そういうようなことをしています。あらゆるものが今ネットで飛び回っています。しかし皆さん、それでいいんでしょうか。これが政権、政党が沖縄でやる選挙戦略なんでしょうか。あの社外党の委員長だった人をこの副知事にしたい、そう言って会談をする。まあ本当にそんなことで許されるんでしょうか。皆さん、小長さんのこの秘書課長、小長さんが育てた人を自民党に引っこ抜いて、それで自民党の候補者にしたい。皆さん、私たちは子供に教えてますよ。恩義を感じなさい。人を裏切ったらダメですよ。こんな裏切りの行為をする人が那覇市長になるんでしょうか。そういう人をまさに那覇市長として本当に擁立しようとしてるんでしょうか。佐喜眞さんを勝たせるためだったら何でもやる、そういうふうなことでいいんでしょうか。私は今、自民党という政党が沖縄において崩壊をしていく、その姿がもう見えてきた。南極大陸の氷があの映像で見るように溶けていって、どん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 なくなっていくかごとく、このまさに政策、この奇策があの政党の王道を全て壊し始めている。もうこれはおしまいです。今まさにこれと同じように統一教会の問題でも、自民党の県会議員、国会議員、そしてうるま市長や沖縄市長、全ての人たちが統一教会の支援がなければ選挙できなかった。私たちがこうやってお手振りをする、これも全て彼らに任せてしまっている。私は今思うんです。今佐喜眞さんが勝ったら、彼らは韓国においても、そして日本中においても、この佐喜眞さんを広告塔にしていくでしょう。沖縄の選挙はこのいろいろあったけど統一教会が頑張った、だからこうやってなったんです。この広告塔の役割をまた佐喜眞さんはやらざるを得ない。私は今縁を切る、断ち切る、そういうならば、今は今回の選挙はあれだけ参議院も推薦もらい、衆議院も推薦もらい、市長選挙も推薦もらい、県議も全部お願いし、今断ち切るという言葉を信じさせるためには、明日の告示には佐喜眞さんは立候補しない、それが断ち切りの証でしょう。それをやることが私は本来の姿だと思う。誰も県民は断ち切るという言葉を信頼することはないでしょう。それだけにまさに
本土の選挙で彼らがこの沖縄のトップになることは絶対に許されない。統一教会の代表として沖縄の県知事になることは絶対に許されない。そのことは阻止しなければいけない。それが大事なことだというように思います。皆さん、この戦いは大変ですよ。政治と宗教の本当に関係がどうあるべきなのか、全てが問われることになります。この話が出てから初めての大きな選挙がこの沖縄の県知事選挙です。この県知事選挙でこの統一教会の問題が全てのこれからの政治の考え方になったんでしょう。これが全てにおいてオール沖縄のまさに崩壊の原点になって、やっぱやると言ったらやる、一つもたりとも埋め立てさせないと言ったら埋め立てさせない、なんかその強さみたいなものがなければどんなにして国と戦うんでしょうか。皆さん、今その戦うパワーがないんです。意気込みがないんです。だから沖縄がずっと振り回されてる。経済界もマインドコントロールされ、政治も保守も革新もマインドコントロールされ、まさに今沖縄は本当に何をやっていいのかわからないような状況の中で、この子どもの貧困をはじめ厳しい数字が出てます。さあ皆さん、今ですよ、今度の知事選挙ですよ、次の知事選挙でも次の衆議院選挙でもない、今度の知事選挙で沖縄を変える、この今までの50周年この8人の知事は保守か革新か二者選択の中から選んできました。さあ皆さん、もう保守革新自民党オール沖縄、この2つの勢力は一回休まそう。新しい政治を作ろう。そして国に堂々と物を言える、国と戦える、そして沖縄を作っていく、沖縄の尊厳を取り戻す、そういう政治を今私たちはこの知事選挙で作らなければ、この次の世代に沖縄の強さを示しきれない。いつでも土下座して国にお金と制度を要求する、そういう沖縄はもう終わらさなきゃいかん。そこが私たちの戦いなんです。どうか皆さん、この戦いに一緒に参加してください。そして皆さん、この戦いに勝つことが皆さんの会社や皆さんの家族を守ることになる、そのことをぜひご理解いただいて、沖縄はできる、沖縄は大丈夫、沖縄は大丈夫ですよ、そういうようなまさに沖縄ラブと沖縄をファーストでこの戦いをやっていきましょう。皆さんと共にこの戦いを明日からスタートします。下地幹雄も堂々とまた明日の出陣式から頑張っていく、そのことを皆さんにお約束をさせていただいて、新しい沖縄を作るということを約束をさせていただいて、この街頭からの演説を終わります。ありがとうございました。下地幹雄でございました。ありがとうございました。明日から